りっちゃんです。はい、今回はですね、こちらレゴを使っていつもとは一味も二味も違うものを作っていきたいと思います。それはなんと銃です。輪ゴム銃をレゴで作っていきたいと思います。それでは早速作ってみましょう。はい、まずはこちらの薄いパーツとこの基本的なブロックを使ってこのようなパーツを2つ作ります。そうしましたらこの2つのパーツをつなぎ合わせます。はい、この時にこの小さい突起3つ分空白が開くようにつなげます。これで土台は完成です。はい、次はプロペラのパーツを使って輪ゴムが飛び出る仕組みを作りたいと思います。まずこれに輪ゴムを引っ掛ける部分をつけたいと思います。これはね、薄いパーツが3段積み重なっていて、ここだけ空洞になっているので輪ゴムが通っている状態になっています。輪ゴムはなるべくきつくしたかったので今回は二重にしています。はい、そうしましたら次はこちらの輪ゴムを固定するもう一方の方を作りたいと思います。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、このような突起を作ってそこに輪ゴムを引っ掛けています。そのおかげでこのようにここが引っ張るとこう自動的にこちらに戻っていくような仕組みができました。このままだと輪ゴムがこう上から出ちゃうのでここもブロックで塞ぎます。実際に飛ばす輪ゴムは別にあってこちらに引っ掛けてもう一方をかけなきゃいけないので輪ゴムを引っ掛ける場所を作りたいと思います。ここに引っ掛けてもう一方をこっちに引っ掛けてレバーを引くともう輪ゴムが飛ぶような仕組みになっているのですが、今のままだと輪ゴムの力でブロックが外れてしまうのでこちらを強化してさらに銃っぽい形にしていきたいと思います。では早速輪ゴムが実際飛ぶのか遊んでみましょう。はい、こちらにねヨッチの的を作ったのでこのレゴ輪ゴム銃で的を倒してみたいと思います。はい、まずこちらに輪ゴムをかけてもう一方ここにかけます。そしてここのレバーがありますね。これを引っ張ると輪ゴムが発射します。よし、命題を定めていくぞ。いけ、てか威力がかなり強い。はい、レゴ輪ゴム銃いかがだったでしょうか。レゴでねこんなちゃんとした銃が作れるなんてびっくりだと思うので皆さんもねぜひぜひ作ってみてください。ということでこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。さーてやってまいりましたクイズあけおめや。ちょ何今日が最後の問題だ。この数日間でお前は男の魅力が増したな。最後の問題は、よちふみが将来のお嫁さんにプロポーズするとしたらどれ。え、もう決まってんの。1番愛してるよ、2番毎日味噌汁を作ってくれ、めっちゃ見てんじゃねえか、3番お前と一緒にいたいね、4番俺の子を産んでくれ。さあどれでしょうか。はい、では正解をどうぞ。3番の一緒にいたいね。ということでカメラに向かってやれ。最後の最後でこれか。お嫁さんだと思ってカメラプロポーズするんだ。カメラだ。3、2、1。一緒にいたいね。寄るな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 。